篠がね、いつも休日とかまあたまに休みの日がね、少ないんでなかなか休日がないんですけれども休日にいつも行ってる和歌山のおすすめカフェを紹介したいと思いまーすえー、と、デッキカフェアット君寺店のオーナーさんに来ていただいてます田中さーん <laughs> いやいつも元気な田中さんじゃよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやいやいやもうなんかオーラが違いますよねビューティートークですよね今からビューティートークなんかビューティーなことありますか違いますビューティーうさぎさんについてビューティーんダーティーじゃなくてビューティーすみません。この間お誕生日おめでとうございましたありがとうございますおめでとうございますおいくつになられたんですかえそんな永遠の 十九歳？息子さん？息子さんいてないいてない結婚もしてないし息子がなんかいない。はい、まおんま失礼やなもうビューティートークやけどダーティートークやわデイジェラストークか？これやりましょうか早い。早いな。展開早いな。ねえありがとうございます。えー、この前ね九月四日。 ラグタイムさんの方にね見に来てくれたんですよ。お誕生日のお花を手渡すのとそれからライブを初めて体験させてもらいましてすごかったですよ皆さん本当一度足を運んでみてください和歌山にこんなアーティストいらっしゃったやとて私ほんまに感動しました感激しましたありがとうございますなんかないかなこんなに褒めてもらってねマジでこの旗でもあげてこうかああかんこれは靴べらなんですね そうなんですよこれねこれ全部100均で作ってるんですよ100均のダイソーで買い集めましたそのパーツで作りました、あのー、じゃん靴べらから始まって、ねね、こ,れこれ靴べら,靴べら、ね、はいあの丸い棒だとすぐ落ちるんですよで面積が広いと,、えー、とこれボンドでくっつけてるんですけどくっついてるんで そういうことなんですよ。んみんなで話してたんですよ。はい、謎が解けました。うそういうことでございます。でも本当すごですよ。1時間のライブの中で1時間とか3時間に40分やったんですけども、初めの1時間の中で3曲ですもんね、はいはい、歌ったの。<laughs> そうですよ。ああいうのあれなんですか。まあ大体市のライブは、はい、あの初めトークが30分ありましてですね。で30分後にようやく1曲歌うかなっていう感じでございます。はい。はい、あれが皆さん。 いいんですね。あのスタイルでずっとやってるもん、ね。るはい、そうですね。はい、シノプラスでゴーゴーというラグタイムさんでのワンマンライブは、こうね。ゆったりとした時間を過ごすというね。はい、あの箱のネーミングでもありますし、ちょっとそのゆったりした時間は。もう私の話終わった。<laughs> <laughs> 早いよ。宣伝に来たか。うん、はい。そうですね。はい、今日はデッキーカフェさんの宣伝に来たからしゃないわ、車内は。ということで。はい。こういったおしゃれな店。こういう空間でね。 新野は休日まったり過ごしております。綺麗ですよね。ありがとうございます。デッキカフェさん、はい、はい。デッキカフェさんデッキカフェさん、デッキカフェ、さんって言い方おかしいですね。あの CM ソングを今ありがとうございます。はい、歌っていただいてるんですよね。そうですね。ね、あの FM の方の、はい、はい、そうです。ちょっと軽く歌っていただけます？何でしたっけ？みんな。 大好きはいみんなはいはいこういう曲です、ね、で最後に「デキデキデキカフェ」っていうあるんですけれども今 A メロ B メロすべて作っております一曲仕上げてね,ねお店でかけていただこうかと。 はっておりましてはい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 っぱいはっていは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 っていは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 いでいは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 ーはいはいではい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 いは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 いいはいいいい おい、はい、しいワッフル食べてはい <laughs> やり返しましたはい <laughs> 大きくなりましたねはいやいやいっくりしちゃいました <laughs> はいはいはいはそのデッキーカフェさんで,、ね、で実はシノが写真展をやるんですはいはい皆さん写真たくさん撮ってくれてますねはいいつもあのちょっと写真会撮影会をやってましてですね、うん、でそちらでシノが どこでもいいいいっってれば大丈夫隅っこでもいいから、ね、もかねちろんど真ん中でこうポーズをしてるのも OK やし何でもいいですシノプラスのねヒロシさんが写っててシノがバックにちょこっとでも写ってるでもヒロシ単体はダメです飾れません <laughs> シノの写真展ということなのでシノが後ろ姿でも髪の毛の一本でも写ってればそれは OK ですけれどもヒロシ単体の写真は却下とさせていただきます はい、そうですね。で、えっ、ー、とね、田中さんがね、後ろに写ってる写真もね、今こう写真撮っていただいたら、はい、あのー、あるですか。はい、篠がもうね、バックに背景でもオッケーと、その写真飾ることができますよ。<だ>はい。カメラ、カメラどこですか。カメラ。はい。イエーイ。と <laughs>、えー、<laughs> いうことでね。いつでしたっけ。はい、10月の15日から23日までの、のはい、一、はい、週間ちょっとでございます。すね、はい。で 実は、はい、オープニングイベントに、ねね、その十五日に、はい、アコースティックライブをしちゃうではないかと思っております。はい、いかがですか。よろしいですね。いいですね。時間は時間は夜の二十時だから八時からですね。はい八、はい、時からとなっております七時半オープンで、ね、八時スタート。ちょっとねあの夜まったりした空間でいつもようにおとなしい。うん しので、お届けしようと思ってます。はい、あの、歌は歌います。歌、歌いますよ。いすはい。トークばっかりじゃないですよね。いや、多分歌うと思うんですよ。<laughs> あ、よかった。はい。一時間のライブなんで、はい、まあ、三曲ぐらいはね。はい、そう、少なくないです。一時間のライブで三曲って、そんなもんなんですか。みんな、私の歌より。喋りが聞きたいってね、おっしゃってましたけどね。 あ、そんなことないそうですか。いつもね、お客さんからね、こう言われるんですよ。巻いて、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 早よ歌ってって言われるんですよ。でも歌いいですもんね。あのー、ありがとうございます。前回のファーストライブの、はい、あのー、中盤のアコースティックのところ、はい、泣きましたもん。ほんま泣いたんですよ。ほんまですかほんまですよ。嘘言いませんよ。ほんまですよ。いや ほんまですね泣けましたよねううな,んかなんか玉ねぎ食べたとかじゃないです、ねはい、<laughs> そんねそれでイエスそうですって言ったら悲しいでしょいや悲しいわねえ違いますよほんまにありがとうございますなんかジーンと来ましたねいや嬉しいなじゃあ,あその日も泣いてくれるんですよねわかれへん気分で気分で泣かせてみてください わかりました。泣かせてみよう。オッケー。泣かせてみよう。そうですね。10月の15日、8時、あの食べ放題になってます。食べ放題。食べ放題。デッキの魅力はワッフルの食べ放題なんですけども、次はワッフルだけじゃなくて、デッキの人気メニューすべて食べ放題で放射。それすごくないですか。ねえ。 トーストでも、そうです、それはそうですね。トーストないかもわかります。ない。パスタとか、ハンバーグとか、あと、まコロッケとか、野菜サラダとか、そういうのが。もう、なんか、トースト入れときましう。トーストだけ置いといたら、多分、あの、コスト。安くついていいですよ。パスタやめて、トーストに。パスタやめて、トーストばっかり、こう、並べて置いといて。それを食べてもらうってね。ね。それ、いいですね。それ、あの。料理長の方うにしておきます。そうします。はい。ね。 えっとー、ちょっとね、すっごく美味しいんですよ。ワッフル。ありがとうございます。うますもう大好きで。一度に、私。二週前ぐらい食べましたね。<う>あれ。はい。ほんまに。はい。全然食べれるんですよ。どん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 なんかランチで食べていってたら。うん、あの、こう切ってくれてるのを一枚としてですよ。よこの丸が一枚じゃないですか。これ二週前とこんん、ごめん、ほんま。 そんなに食べれるかい。あ、あそうか、そうか。切ってくれてるやつを、二十枚ぐらい。あ、食べたいな、しん来てくださるんですよ、本当に。はい。ありがたいな。いついるかも、わかりませんよ。ね、ね、今日も行きましたからね。そうですね、朝から。そう。あの、ぐだぐだトークされてましたね。はい、もうぐだぐだね、三時間も。九時から、はい、今十二時過ぎという。そうですよ。ね、よくあれだけ喋れますね。なんか。ね。 喋りすぎですかいやいや、違うのですけど、決してそんな意味はないあ、あじゃあないですねすいはいはいはいすごいなと思っていやいや、もうね、ワッフル食べ放題から、皆さんぜひデッキカフェさんの方に、ね、こう行ってタラフクをもう存分、ワッフルを食べてきてくださいねはいはい、ね、食べ放題ですよねあもちろんですここでストップさせていただきますとか、ないですよね、はい、いや、ないですないないないい。ないはい、はい あの時間制限もないですから朝9時に入って今また7時閉店までずっと座っててくださっても、はい、あの文句は言いませんしたい言わんほうがいいってそんな <laughs> ほんまにする人いてるから <laughs> 言わんほうがいいお店を開店させてこそ経営が成り立っていくんです <laughs> そんなの朝来て一個頼んで夜の7時までおられたらどうするんですかやりかねませんよ皆さんなら皆さんそれし,しませんよ言ってますよね,ねえ信じてます大丈夫大丈夫大丈夫ああびっくりした うん、皆の心配です。はい。言わんといたよかったね。そうですよね。もう初めてですもん、こんな時期。ね、おかげさまで。いえいえ。これからもどんどん出ていただいて。これからもよろしくお願いします。はい。はい。ビューティートークはもうこれで終わりですか。えっと、ダーティートークはもうこんなもんですかね。ありがとうございます。じゃ、え田中さんでした。